写真お願いします。はい、今日はいろハスオレンジ。オレンジで。ワンピースだよ。あ、ワンピースすごいですね。なん <laughs> でも。ま今今ゴールだからね。はい、はい、チーズ。映画ですね。うん、ゴールドなんとか。<laughs> よく知らない。<laughs> うん

はい、土曜の昼下がり、皆さんいかがお過ごしでしょうか。アイデアの、ああいう OK えーっと、えー、の時間になりましたね。<laughs> あのさっきまでですね、MC 天眼さんとお話ししていてですね、<laughs> 何話そうかなと思いながら <laughs> あの、夏休み入りましたね。あのうちの子供もたちも、えーっと、幼稚園に今行っている双子の息子も、ちょい前に。 えっと、まあ、この前の金曜日か。なので先週の金、先々週の金曜日にね、あのよ、入って、えー、っと、娘は、えー、っとも、木曜日からかな夏休みに入りましたね。はい。あのー、皆さん夏休み入ってるんじゃないかなと思います。はい。初めてですね、小学校の子供が夏休みに入ったのと、えー、っと、うちの娘はですね、幼稚園入れた時から、 あのー、夏休みも預けてたので、あのー、初めてですね <laughs> 初夏休み体験みたいなになってますねで妻も復職して、えー、お父ちゃん1人で、えー、と子供3人見るような形で、えー、今やってますね本当に世の中のお母ちゃんはお母ちゃんねもう基本的に当たり前のように任されちゃうので大変してるなあと思ってうちは逆転しているので ある意味なんだろう。自分がやるべきことを相手がやってくれてるみたいな感謝があるので、あの、お互いね、あんまりそういう意味では、あの、感謝の心が感謝しやすい感じで今やってるので、あれですけど、あの、学校現場に行った時からね、あの、夏休みっているのって <laughs>。あの、小学校、中学校の時暑かったですけどね、沖縄に来るともう、全館冷房っていうのが基本なので、 なんかお家で宿題させるより学校来て宿題させた方がいいんじゃないとかあと小さい学校に行った時は小さい規模の小さい学校に行った時は子どもたちがですねお家暑いからって言って学校に来て図書館で勉強してたりしてましたねなんかそういうのがあるのが沖縄のいいとこだなと思いながらあの日々過ごしてるんですけどまあ えーっと一応僕もあの地域の無料の学習塾をの担当させてもらっているのであの今日も子どもたちとの勉強を見てきたんですけどねあのちょっとね公民館でやってるんですけどクーラーがなくてね暑いなと思いながら、まあ、なかなかねクーラー入れるのもお金かかるからって言ってあの我慢して熱中症になっちゃうぐらいなので世の中はねまあそれでも人と集まってあイプ福堂さんこんにちは。 あのアイデアのああいう OK 始まっておりますよ。夏休みね。お互い大変ですね。<laughs> なので、まあちょっと夏休みトークを入れながら、えー、今日はなんか話していこうかな。 じゃあ,あのメッセージテーマは今決めました夏休みで <laughs> よろしくお願いしたいなと思いますメールアドレスは 797-FMGNO1.com797-FMGNO1.com ですアイデアの IOK、OK、は沖縄の出会い結婚支援センター婚活モールの提供でお送りしております、えー、婚活に興味のある人もない人も皆様に えー、き気楽な1 <laughs> 時間をお過ごしいただければなと思います今日も1時間お付き合いください今日も自由ですよいつも自由 <laughs> 自由にさせていただいておりますので <laughs> いいことですね <laughs> 今、婚活モールの CM が入っております。提供ですので。うん。いやー夏休みね。大変ですね。<laughs> 大変だよ。まだあんま始まったばっかりの大変って感じがしないんですけど。なんか大変だなと思いながら過ごしております。 皆さんもねお子さんいる方はあの恐怖の夏休みかもしれないですね。皆さんいかがどう過ごしているのかなぁと思いながらまたアドバイスください。はいアイディアの「ああいう OK」始まっております。えっ、ー、と今日はですね夏休みということでお話ししていこうかなと思います。なんだよ今決めたのかよって感じなんですけどね。<laughs> やっぱり、あ一福堂さんがあのあ、夏休み大変ですよねって言いながら、自分も、あんま、実は今大変と思ってないですって言ったら、大変大変って、まあ、口癖みたいになってるけど、そう大変でもなかったりするっていうことなので。で、えー、っとですね、まあ、夏休みの話すると言いつつですね、もう夏休みをが待っていたかのように、どこのラジオでもどこのテレビでも何でもやってると思うんですけど、ポケモン GO ですね。よくわかんないんですけど、ポケモンはわかるんですけど、 なんかすごい社会現象になってるみたいであのー、ポケモンハンターの皆さん気をつけてくださいねみたいな <laughs> お知らせも内閣府から出るぐらいらしいんですけどえっ、ー、とまあ Facebook 見てたらポケモン GO やりましたとかいうのを見るんですけどじゃああの子供たちはどうなのかなと思って今日地域無料塾に来てる子供たちにポケモン GO やったとかお父ちゃんやってるかなって聞いたら あんまりやってないんですよね <laughs>。ちょっとびっくりしつつ、あの子供見つけて、ゲットだぜって言って <laughs>、捕まえてたりしたんですけど <laughs>、そうやって無料塾がのんびり楽しくやってるんですけど、あの、よくわかんないですけど、ポケモン GO っていうのが、ね、ほんと、どこもかしこも猫も写真もポケモン GO みたいな感じですね。あの、ということで、まあ、夏休み入って、 あのー、一番怖いなっていうのはポケモンやって歩きス,スマホするなって言われたってあのゲーム自体が歩きスマホ用のゲームなので <laughs> そうなので、あのーね、スマホを向けてたらみんなポケモンやってるように見えるみたいな感じで、ねまあ、今ここのスタジオにポケモンがいるのかもしれないんですけど僕は全然インストールダウンロードしてないので <laughs> わかんないんですけど。あのー ね、あのポケモン GO をダウンロードして、えー、沖縄の海水浴場に行ってビキニのお姉ちゃん撮ったら多分犯罪になるんじゃないかなと思いながらこの,この辺はどうするんだろうっていうのを誰かが書いてて、まあ、その通りだよなと思いながら。 あの「ああ違うんですよ」みたいな「ピカチュウ見つけたんで撮ってたんですよ」って言ってピカチュウの入った横にお姉さんがいたとかね水着のお姉さんがいたとか <laughs> ただもうど,どっちが優先されるのかなとか思いながら。 まあいろいろね、ポケモン GO で今後いろいろ、いろんな意味で、いい意味でも悪い意味でもなんかいろんな情報が出てくるのかなと思ってはいるんですが、あの、歩きスマホしながら歩く子どもたちとか大人たちが増えるので、まああの、やらない人としても一応社会現象になっているので、あの、まあちょっと運転は気をつけないといけないなというか、うん、もしかしたら車に乗りながらポケモン GO をやってる人もいるかもしれないので、 そういう意味ではね、ちょっと気をつけながら、あのー、皆さんもですね、あの運転とかの差異があれば、ねあのー、気をつけて、あのーまあね、歩きスマホしてる方が悪いっちゃ悪いんですけど、弾、まあ、いていい気持ちはしないので、自分のためにもと思ってます、特にラジオを聴いている方、ね、カーラジオで聞かれている方、多いと思いますので。 あのポケモン GO は初めて聞いたよっていう方もいるかもしれないんですけどあの歩きスマホの人が増える可能性があるらしいのであのお気をつけいただければなと思ってます。で夏休みに入りましたねで小学生が、えー、っと暇を持て余し、し沖縄の場合ですねやっぱ共働き世帯が多いんですよね。なので 子供って日中どうするのかなと思いながら、学童に活かしてる親御さんとかね、小学校だと。えっと、保育園とかだとまだ気が楽なんでしょうけど、うん。まあ、うちの通ってた、娘が通ってた幼稚園は夏休みもずっと預かりしてる子は夏休み中の預かりもしてくれてたので、あの、そういう意味では、あの、苦労せずに、何なく <laughs>、何な,なくっていうのも失礼だけど、あの、幼稚園の ね、お,お任せして過ごしてたんですけど、まあ、双子もいたのでね結構大変だったのもあってで双子もその線で行こうと思ったらですねちょっとやんちゃすぎてですね、あのー、職員の手が足りませんと <laughs> あのまだあのトイレも1人でまだ十分に行けないので、まあ、それはそれであの大きな目で見てあげてね。あのー あの日常生活、あの生活リズムが崩れないようにということで、ちょっと幼稚園に無理言ってですね、あのー、あのスタッフがちょっと足りるときだけはあのー、登園させてもらえるようにちょっとお願いして、えー、とただ、来週はまるまるちょっとあのスタッフ少ないのでということで、あのー、来週はおうちで、えー、幼稚園やろうかなと思うんですけど、BGM 止まったけど、なんでかね。<laughs> はい、はい。ということで、BGM をまた復活させました。<laughs> なの,で,あので、夏休みなんですよ。で、えっとまあ、うちの娘はですねあの、まあ、サマースキルっていうのをもらってきて、夏休みの友っていうのをもらってきてたんですけど、僕らの頃漢字ドリルとか計算ドリルをひたすらやらされた記憶があって、やらされた記憶があるんですけど、 えと僕も子供たちにも言ってるんですけど夏休みの宿題は小学校の間一回も出したことなかったと思うんですよ。ちゃんと出したことあるのは工作だけは確 <laughs> か出したことがあってそれ以外の宿題っていうのは僕夏休み小学生の頃一回も出したことなくて。 <laughs> で中学校の1年生の時に夏休みの宿題を初めてこう夏休み期間中に終わらせたということで <laughs> あの達成感を得た記憶がとってもあるんですね <laughs> 当たり前のことが中学生になってやっとできたっていううんでいつも夏休みの宿題は小学校でも一応ねあのやっぱり頑張ったことを差別化するために 学校始まってから2学期になってから居残りでやってたっていう。居残りで、居残りでやった方がやれた子なので。<laughs> でも夏休みの宿題はね、よく考えたら出した記憶ないな。中学校の時はちゃんと全部出したなっていう、その達成感を覚えてるので、あ、出してなかったんだろうなと思って。部活の忙しい中学生の頃の方が、えー、宿題を出し、で、中高とはちゃんと宿題出してたかな。 でも、五六論の先生、とっても怖い先生だったんだけど、出してなかったんだろうな。<laughs> あの、本を読むのも嫌いだが、読書感想文も書きたくないし、うん、計算ドリルもなんかね、僕、足し算引き算、掛け算割り算が嫌いなんですよね。なので <coughs>、あの、嫌いなだけで、遅いだけで解けるんですけど、あ、でも、計算ミスもするんですけど、まあそういうのもあって、 うん、で、宿題やらなかったなーってい思い出があって、大丈夫です。宿題やらなくても、まあ、あの、個性なのか、何なのか <laughs> あの、大学行く子もい,いるので、<laughs> まあまあ、これは多分レアケースなのかもしれないんですけど、あのー、で、 うちの娘も、まあ、今,年今年から初めての夏休みの宿題として、まあ、ちゃんと宿題が出る、まああのまあね、小学生になってから宿題が出始めて付、えー、き添いで見てるんですけど、あのーまあ、どうせあの子供をほっといたらもしかしかたら、まあ、うちの娘はちゃ,ち,ょんち,ょんちゃんとやるタイプだと思うんですけど、まあ、やっぱメリハリってつけるの難しいので夏休み期間中にね。なので あのー、娘とちょっと取引してですね、あのー、結局どっかで親が見て集中的にやるっていう話よくあるじゃないですかまあもうサザエさんの定番っていえば定番であの夏休みの1日あ夏休み終了1日前と2学期の始まりの1日前にカツオ君とそのサザエさんファミリー磯野家が大慌てしてカツオの宿題をやるっていうまあ毎回恒例の。 <laughs> 流れがあるじゃないですかこれまあちびまる子ちゃんでもそうだしまあ大体こういうのがまあ共通認識としてあるはずなあ,ずあるんだろうなと思って僕はそれでもやらなかった人なんですけど <laughs>、あのー、共通認識としてあるんだろうなと思っていたので、あのー、娘はちょっと買収してですねサティワンのアイス食べようみたいなサティワンのアイス食べに あ今日一日すごく頑張った31のアイスあげるよっていう, <laughs> いう買収工作に走ってえー、っと30ページぐらいかな、まあ、プリントとして30ページ問題としてはね小学1年生の問題なので1ページに45問多くて5問ぐらい五三まあそんなに1ページやるのもそんなに苦じゃないぐらいの まあ大人から見るとね子供は大変かもしれないんですけどでまあ勉強したてなのでどっち側の数が大きいですかとかこの間の数字を書きましょうとかあの問題自体がそんなに難しくないなっていうのでこれ一日で終わるんじゃないと思ってあのこれあのちょうど、えー、双子の息子たちがあの幼稚園にああの幼児園に預かってもらえたので、えー、娘と息子たちと幼稚園に行って。 で 8, 時まで8時までちょっといてくださいって言われたので8時までいて8時から帰ってきて8時半ぐらいに宿題始めて1時間ですよ1時間で夏休みの友を終わらしましたからね <laughs> あもう月っきりですよその代わり月っきり1時間で娘が問題解く解いた瞬間にも丸付けをしていくっていうで間違ってたらそこで直させてっていうのをやると あの娘はアイス目当てにで父親はあのこと面倒くさいからっていうことであの夏休みの友終わらしましたね <laughs> いやでもねやっぱ1時間ぐらいでできるんですよ本気出せばなのであの途中で飽きてきてたけどもう褒めちぎりに褒めちぎり丸つけてすごいなもうここまでやったらすごいなであこれアイス絶対だなとか言いながら <laughs> やって1つ終わらして その日に絵日記書いて、で、アイス食べたよって絵日記書いて、で、その次の日に、絵日記なんか夏休みで2回書けばよかったのかな ?1 枚は絵日記書いて、もう1枚の絵日記は何書いたかななんかの絵日記を書いていて、で、結局、宿題、大きくな宿題が2つほど終わったんですよ。だから、あのー、あとは、えー、っと、なんか、 あのなんだ読,み読み関係の読みというか,なんか音読関係とかあとピアニカの鍵盤ハーモニカ今ピアニカって多分商標名なのかな鍵盤ハーモニカっていうらしいんですけど鍵盤ハーモニカの練習で話聞いてたら幼稚園でやった時よりレベルが低いことをやらされるのでこれもいいなとかあはい。 自由研究とかね、まだないんですよ。ありがたいことにね。<laughs> 自由研究とかね、自由研究って自由に研究しろっていうね、自由性がないっていうね。<laughs> 研究するかどうかの自由もない自由研究っていう。何をやってもいいけど、研究をやってよっていうね、超怖い。あれ、怖いっすね。で、えー、っと。 で子供の頃親にやってもらったのに今になって子供をやるはんの <laughs> まあそんなもんですよ <laughs> 子供の頃親にやってもらったら親になったら自分がやるしかないので <laughs> なのであのー、まあ宿題は早めに終わらすあのまあ一応123年生まではなんか親がついてもうなんだろう夏休みの前半にやってしまった方が楽だよっていうのをなんかこうね買収でも何でもいいから身につけさせたら いあのー、ででまあ僕本当に宿題してこなかった人なのでこれが普通だと思ったんです真面目なやつが宿題してくる真面目じゃない多くの人は宿題なんかしてこないと思ってたわけですよでまあ小学生なんであんま周り見てないんですけどやっぱ残されてるのは数名いるわけですよだからあ同じ仲間がいると思ったらもうその仲間で全員だと思ってるので あ宿題しないのは別に当たり前のことなんだなみたいなところが思ってたら娘にバリバリに1日で一時間一日というか時間で宿題を終わらさ終わらさせてで絵日記まで終わってあと大きな宿題は2つか3つ2つかな3つだったかななんかうんちょっとしかないのでそれはのびのびやらせよのんびりやっていけばいいかなと1日10分でも見ればやれるのでで で、今日、その、チムア組塾っていうね、無料の地域学習塾で、宿題どうねって言ったら、ほとんどの子が終わらせてきてるんですよね。終わらす勢いで。だから、すげえなと思って、最近の子供。最近の子供なのか、小学生ってもともとすごいのか、ここの地域の子がすごいのか。だから今日1時間で目標を決めてて、ある子は、 えとその「夏休みの友」で算数国語理科社会があったから算数5ページ国語5ページでこの算数国語の分野が多いのでで5ページで僕は10ページあるんだよって言ってで40何ページかあってで理科とえっともうなんかエンディングテーマみたいな曲が流れてる <laughs>。 今日はなんか調子悪いな <laughs> で、えっ、ー、と、まあそんな感じで、あのー、5ページ、5ページ、10ページで、あと理科と社会も、あ、1ページずつやっていたら4日で終わるよって言ったらやって、結局1時間ぐらいでもうみんなほぼ今日の目標をは果たしながら、このまま行けば、あのー、宿題終わるよね、ぐらいの形で。まあ何がいいかっていうと、まあ家にいたらさ、 ね、それこそ、ね、ゲームもあるし遊びの道具もあるしで兄弟ががいたたたらら片方遊遊んででびくなので、あのー、公民館に集まってきてみんなが勉強してる中にいると、まあ、みんなやってるしっていうのが見えるのでやるのかなと思いながらでそこで、まあ、僕も一応、ね、頑張ってる子は褒めるし。 頑張ってない子にはちょっとみんな勉強頑張ってるからちょっと静かにしてねみたいな感じで声かけるしで分からなかったらすぐに聞くし丸つけてほしかったら丸つけてあげるのでまあそういうやりとりができる場所があるっていうのはいいことなのかなただねクーラーがあってくれたらもっといいんだけどまあそれはねちょっとねあのー、うちの公民館はその 自治会が持ってる公民館なので、まあ、お金使いすぎたら、まあ、自分たちの自治会費で首絞めることになるので <laughs> まあここばっかりは文句言えないのかなと思いながらそれでもまあ、ね、あの沖縄は風を通しておけば、まあ、そこそこ耐えられる暑さなのであの34度を超えない猛暑日にならないっていうのが沖縄のいいところで、まあ、なることもあるんですけどほぼ年間通して猛暑日にはならず。うん なならないので、あのー、まあそういう意味では風通しとけば大体過ごしやすいので、まあ、そこで勉強しとけばっていうのがあってで今日も、うん、10人ぐらい来てたんですけどもう宿題ほぼ終わってますよっていう子形ででまああと毎日の学習であの沖縄県は頑張りノートっていうのでまあそれをちょっと進めていこうねっていう形ででももうだいたい1時間ぐらいで飽きるしまあでも1時間集中したら大体もう。 23日分ぐらい一気にやっちゃうので,で、まあ、ほとんども僕から見て見通しが立っていやーすごいなーと自分よりすごいなーと <laughs> あの感動しながら見てたんですけどあのねあのこれって結構大事なことであの仕事する時もそうなんですけどやっぱね仕事が嫌なこととは限らないんですよ仕事は嫌なこととは限らないんですけどやっぱ。 や、うん、やらななけければいけないことととはパッとやってしまうと悩んでる時間もったいないしどうやってうまくやろうかって考えるよりはもう先にパパッとやってしまった方が後々困らないっていうのはあの多分人生においてすごく重要なことだと思っていてあの地域学習塾でも、まあ、そこら辺を知ってもらいたいなと思っていて、あのー、1時間は頑張ろうねみたいな <laughs> 1時間集中したら大体のことはできるからねって言って。 まね、子供の宿題なので一服堂さんが、ね、嫌なことはパッとやった方が楽だよっていうのは分かってるんだけどなってそう分かってるけどできないっていうのがねまた人間の <laughs> 難しいとこなんですけどでもうまみまでちゃんと知ってしまうといいですね <laughs> で僕はですね、あのー <laughs> <laughs> なんで始業式前に慌てるんだろう多分ね親も慌ててないからだと思ういつかできるってみんな思ってるから慌てる慌てないんじゃないかな <laughs> であとは何だろうな無理にさせるよりはやっぱ子供が危機感を持った時にさせたいっていう気持ちもあると思うのでみんなそのもうちょっと子供を待って様子を見てだから僕結構町の人間なはずなんですよ子育てにおいては。 あの子供がやるって言った時に「うんじゃあ付き合おうね」とか「やるって言ってもああ今めんどくせえ」って <laughs> 言っちゃう人なんですけど「今はねお父さんしんどい」とか言っちゃう人なんですけどまあ街なんですけど夏休みの宿題に関してはなんだろうな始業式前に慌ててやってああ大変だったって思うよりは同じ労力を使うんだったら、あのー、一あ夏休み始まった時にバーってやってしまってうん。 すっきりしたっていう経験を与えた方があの同じことするなら得だなと思っていてだからまあ結局最終的に力のかけ方として今12年123年生ぐらいで付き添いながら宿題やってあげればまあ僕の中では4年5年で本人のペースで勝手にやらせてね 例えば始業式前にあわ慌てた時に123年の時なんでこんなあんな楽だったんだろうと思い返してもらった時に6年生の時にあそっか夏休み入る前に入ったもう宿題もらった瞬間にやればいいんだっていう感覚になってくれたら結局親が楽すると思っているのでしかもですね6年生ぐらいになると <laughs> そうあ伊福堂さんもう6年生の息子はどうしたらってなってるんですけどあのね これは面白くて男子と女子の話ちょっとしていきたいんですけど <laughs> あと3分前なんですけど男子はねあの大体高校まで行ってもアホですよちなみにだからもう6年生な息子はどうしたらって書いてあるんですけどあのまずですね始業式前直前に慌て出す子供は褒めてあげていいと思いますよ <laughs> 僕慌てもせずに出してなかったんだろうなって今思うんですよどんな気持ちだったかちょっと忘れてるんですけど あのー、どうせ放課後やればいいやぐらいの気持ちだったっていうのを覚えてるんですけどあの慌てて出そうとする意識がある子はまだ救いだなと <laughs> 自分は救いがなかった気がするので、まあ、そういう意味ではうんなるほどそうよくここまで残しておいた上にあ出さないといけないっていう責任感があることは素晴らしいなと <laughs> 思いますねでまあうちの親の まあすごいいいところは絶対手伝わないっていう <laughs> だからあの,親のメンツととかか捨てちゃうのも一つかなと思いますけどねうんあの先生にお家庭教育なんですから親御さん少し頑張ってお子さんの教育学習を見てあげてくださいって言われてもそんなの無視しちゃえばいいわけでね自分のメンツのためにやるわけじゃなくて子どもが学力上がるためにやるんだから。 だからそこで親が手伝う必要はある意味ないのかなと思う。そこはちょっと突き放しちゃっていいところなのかなって僕はちょっと思ってますね。突き放された結果、いつまでも宿題しない子だったっていう <laughs>。うん、なので。ただね、うん。まあちょっとこれは CM の後で、あの、男の子と女の子の現場で見てた違いとかも、ちょっと話していい感じの流れになってきているので、まあその辺話しながら、あ後半行きたいなと思うので、 うん、あと1分ぐらいでねツイキャスの方が閉まっちゃうので1人でやってますので <laughs>、あのー、ツイキャスを、えー、と更新するために1回 CM を入れて、えー、とこのあと話し進めてい,ったらいけたらいいなと思います男女の違い、えー、小学校中学校を見て、えー、大学生の様子を見て、えー、思ってきたことを少し話していきたいなと思いますではちょっと CM 入りましょうね ただいまです <laughs>。ね、3人も3人から5人だいたい安定して聞いてくださっているので非常に嬉しいですね。いつもね。聞いてくださってる方ありがとうございます。またメール何でもしてくれれば、何かそれについてお話ししていくはい。ではえとアイデアの i 用を受後半戦入っていきます。夏休みとねの話から今夏休みの宿題と。 まあ男の子と女の子の違いみたいな話を、まああの、研究的なものではないんですけど、僕が経験的に感じてきたものを少し、しまった。マイク上げてなかった。<laughs> すいません。今からアイディアの IO、OK、系ね、あの、後半入っていきます。マイク上げるの忘れてました。BGM だけ聞こえてたと思います。<laughs> えっと、夏休みですね。 の話から、今、宿題で、男の子と女の子の違いを、僕の経験的なところから少しお話しできていければいいかなと思っております。で、まあ、男の子って、割と、やっぱ、宿題を丁寧に、あの、真面目にコツコツやるタイプって、全体的に見て少ないです。あの、いなくはないですよ、いなくはないですけど、出来すぎくんみたいな子は、やっぱ少ないですね。で、やっぱ、女の子は割と。 かここの理由はわかんないですよね。多分ね、社会性が強いと思うんですけど、やっぱあのだ人から見られてる感覚の強さの問題があって、あるのかなっていつも僕は思ってる女の子は割と、あのー、コツコツ型が多いですね。あのー、コツコツやるタイプが。あのー、でもまあ、そう、女の子でも全然やらない子もいるしね。<laughs> こればっかりはね、勉強だけが人生じゃないので、 まあ何に対してコツコツやるとか爆発的にやるかっていうのはそれぞれなんですけどまああのやっぱりあの女性が家庭に入ってることが多かったっていうね歴史的にも割と女性がね狩りに行くわけではなく、まあ、その体力的なものもあるんでしょうけど家庭にいただろうという歴史がある中で考えるとやっぱ何か一つのことをコツコツ繰り返すっていうのは 割との女性性というか、女性が持ってるものなのかもしれないし、まあ僕でもあの、割と単純作業の繰り返しが大好きで、それをいかに早くするかとか、そういうのが好きなので、まあある意味女性性のちょっと強めな感じの、女性がまあ割と得意とするところが強めなのかなと。うん、なので、まあそういう、そういうまあ女性だからっていうのではないんですけど、まあそういうなんか女性の傾向はあるのかなで、女の子も、 やっぱあの毎日宿題があったり頑張りノートがあったら丁寧に毎日ちゃんと出してくるのは女の子だし字も綺麗だなと思う, <laughs> <laughs> 思うのでいやそんな綺麗に書かなくてもとか思うんですけどだやっぱ男子はやっぱ汚くても適当に出す子がいれば怒られるのが嫌いねでうんであ一服堂さんがね僕が家庭に入るの向いてるかもねっていうまあ まあね、ちょっと雑なところ、男子なので雑なところはあるんですけど、<laughs> 一応ですね、あのー、単純作業をいかに早く、いかに楽にするかっていうのは、すごく大好きなところの分野なので、家庭には向いてるかもしれないです。あのー、目立った大きなことをしたいと思う人間ではないので、でまあ男の子は割とプライドの生き物というか、自慢したがりの生き物なので、あのー、まあ男の子って言います、あえて。あのー、目立ちたいんですよね。 僕、目立ちたくない子だったので。で、まあ、男の子でもやっぱ目立つの恥ずかしいとか、そういう子ももちろんいるんですけど。で、男の子って、あのー、本当に高校生ぐらいまでバカなんですよ。<laughs> あの、ちょっと暴言っぽいんですけど、やっぱあのー、なんだろ、無計画性というか、計画性があんまりない。じあのー、なんだろう、ロマン、男のロマンで、 なんか、口だけのなやつが多いんですよね <laughs>。あのー、堅実性をあまり感じないというか。だから、宿題も、夏休みの宿題も、いつかできるよ、みたいなノリで、いつも、いつの間にかできないっていう <laughs>、男の子が多かったり、やっても意味ない、みたいな言い方をする男の子も割まあ、女の子でもそこは似てるかもしれないですね。あでも、まあ、大体男の子は、 なん,なんかこう、いつ、いつかこう、女神様が降りてくるのを待ってる感じがしますよね <laughs>。誰かが助けてくれるみたいな。だから、あの、割と、幼稚園でも、男の子を、なお母さんが悪いとかではないと思うんですけど、男の子の方がお母さんから離れるのが遅かったりする。あの、自立心というか、お母さんがやってくれるでしょみたいな。お父さんがやってくれるでしょみたいなところは、なんかあるような。あの、うちの娘は割と、 その入園したて4歳で年少ん年少年中年長の 3, 3年保育だったんですけど、まあ、自分が前の日に準備しようねとかうちの妻も言ってたかな、ね、それやってたので一緒にやったりしてたのであのー、もう年中社に上がる頃に、ね、自分で準備してたんですでチェックだけしてっていう感じで妻がずっと見てたんですけど 年中さんになって自分の準備は自分でさせましょうねって先生に言われた瞬間に唖ぜんとしていやうちの娘もできるけどとか思ってた人なので <laughs> まあそう考えると男の子は全然準備できないっていう話を聞いたりまあ、ね、お母さんだから男の子に甘いって部分もしかしたらあるかもしれないし男の子は言っても聞かないっていうまあどういつまでたってもバカなんだろうなっていう <laughs> もうねあの男だから言える男はバカ論っていう <laughs>。 があるので,で、宿題に関してもそうだし、ただですね、男の子は、やっぱ、あの、料理でも何でも、シェフとか、やっぱトップクラスにいる、まあ、女性でもトップクラスにいる方多いんですけど、やっぱ、なんかの、その道のプロって、男の人が多いっていうのは2、ふと、ふつ、まあ、いくつか理由があって、やっぱ、女性が家庭に入るものみたいなところがあったり、出産とか育児で、なかなかその、仕事に専念できないとか、 あるのかもしれないんですけど、割と男性の方がそういうところで、あの、まあ女性でもね、世界のトップに入ってくる人もいるんですけど、男性が多いっていうのは、やっぱ男性って爆発力が半端ないんですよね。あの、中学校なんかやってると、あの、全然勉強しんでてなくて、俺部活に生きてるぜ、みたいなやつが、 あの、部活も入ってない着実にトンチョンチョンチョンってやってる子に比べて、もうアホだったやつが100番ぐらい上げてくるんですよね。で、これ理由が僕なりにあってですね、やっぱ部活やってる子は勉強ちょっと捨てるんですよ。<laughs> いいか悪いか。<laughs> 捨ててるんですけど、あの、部活やってるから体力があるんですよね。で、集中力もあるんですよね。なので、あの、部活が終わって、 あの受験に矛先が向いた時にその爆発力を部活にぶつけてた爆発力を全部勉強に使えるんですよ。でちょっと辛いことでも耐えれるので,で勉強って辛くても耐えとけばなんとか身についてくるものなのでそういう意味ではあの部活と似てるんですよね。ななのので、あのー、男子子爆発力たたるやだから逆ににココツコツ頑張ってきた子ほど受験になって で、もう伸びないので、あの、逆にその勉強しなかった。えっ、ー、と、部活やってた子が急に伸び始めるので、コツコツやってきた子の順位が下がるってことが結構あるんですよ。中国ちゃん、中学校の現場で、ただ、そういうコツコツやってきた子は、まあ部活の方ではあれできないんですけど、まあ推薦とかうまいこと取れて進めることはあるんですけど、もう爆発的に勉強できるようになるのは男子ですね。 で、女子は部活もコツコツ、勉強もコツコツやってて、まあ部,部活をやめてか伸びる子はいるんですけど、やっぱあんまり伸びを感じない。でも男子の方が急激に伸びるイメージはあるので、<laughs> ある意味ですね、あの、一直線なんですね。あの、直線的な馬鹿なんですよね。<laughs> だから方向さえ向けば、 あのものすごい力を発揮するのが男の子で女の子っていうのは本当に何,何事も割とそつなくこなしていくイメージがありますねもちろんその得意分野苦手分野があるんですけどそういう意味ではあの女の子っていうのはあのまあ見ててですねあくまであのなのであのコツコツきれいにノート取ったりするっていうのは。 よく見かけますね。だから僕なんか本当に小学生の頃もう何回も講演してる小学生の子夏休み宿題した記憶がないっていう <laughs>。ごめんなさい先生っていう。でも親は放置してて。で、でも中高は宿題ちゃんとやってたんだろうな <laughs>。中学校1年生の時に俺やったぜっていう達成感しか覚えてないのでその後どうなったかちょっと覚えてないんですけどただ宿題はですね あのでもそれでもやっぱ僕先にやるタイプではなかったですねあのー、後伸ばしタイプで例えばですねあのー、あれですよなんだあのー、テスト前に宿題こっからここのページからテストの問題あテスト出すよみたいなでここをやるのがテスト前の課題ねみたいなやつをやるのもテスト期間テスト勉強期間ってあるくせにテスト前にぐらいにガーッと一気に みんなが3日4日かけるやつを1日で終わらせるようなタイプなので、まあ、本当短期集中爆発型なんですね <laughs> でバーってやっちゃうっていうででまあ僕のと僕め超めんどくさがり屋なので本当は宿題なんかしたくないんですよ <laughs> あの意味が分かってないんですよ2つ意味が分かってないことがあってなんで学校で勉強したことを 家に帰って勉強しなくちゃいけないのっていう <laughs>。先生の話聞いてましたけど僕は、みたいな。っていうところがあったかどうかわからないですけど、今考えると、今、今割と言うんですけど、なんで学校で勉強したことをお家帰って復習しないといけないのかがわかってない子で、今でもね。で、あと、なんで休みの日に勉強しないといけないのっていう。お休みでしょっていう <laughs>。 あの、今、今そういうタイプなんですね。あの、土日とかは遊びたい人だったので、うん、ダラダラしたい人だったので、今もね、あの、休みの日はダラダラするようにしてるんですけど、あの、まあ、教員時代はさすがにダラダラできなかったんですけど、今は割とダラダラするようにしてるんですけど、<laughs> あのー、まあ、あ ね、怒られるんです。宿題やるなって言ったら怒られるんですけど <laughs>、先生は宿題を出してるんで。あ一応僕、技術の先生の時は宿題出してないです。あのまあ、技術で宿題出すってことはあんまないんですけど、夏休みとかね、あの技術の課題とか出す先生もいるんですけど、いや、他の宿題多いだろうと思って、夏休み遊べと <laughs>。ということで、夏休みは大体宿題は出さずに、で、家庭科、技術家庭科両方持ってることが多かったので、 あのあ技術と家庭科はまた別のあれなので先生違ってた,たのを覚え出していただければいいんですけど家庭科の宿題はお家の家事を手伝ってくださいと <laughs> あの宿題じゃないような宿題を出すっていうのが好きだったので、あのーねあのー、技術の宿題は夏休みは満喫して遊びなさいと、ね、休みの日は休むという、ね、日本人のない癖をねどうにかつけたいと <laughs> 思ってたんですけど。 あのね家事家庭科なんか本当に実践でお家で料理作れてなんぼだしそれがねお母さんのまたはね僕みたいなね専業主婦夫で主,主,主な夫でやってるね人のお手伝いになれば中学生ぐらいだったらね自分でね料理作れっていう話なのでお腹空すいたら料理は自分で作りましょうっていう感じもあるので。 あのね、あのお昼ご飯作ってもらうだけでもね作って勝手に食べてくれるだけでも親は楽なので、まあ、そういうので1回ぐらいはやりなさいよみたいな感じでやったことがありますねやってましたね家庭科の宿題はだいたい毎回そういう形で、えーとまあ、本当に何だろうな、あのー、で何、あのー、ていうお学校で勉強したことを家帰ってまたやらないといけないのって思ってたのは僕本当に面倒くさがり屋だったと思うんですよ。で いつの間にか癖になってたのが、えっ、ー、と、授業を聞くじゃないですか。もう授業の間に全部頭に入れようとするんですよね。<laughs> 基本的に。だからもう、そこら辺がもうみんなと価値観が違うんだろうなと思って、授業をぼーっと聞くんじゃなくて、この授業中で言われたことは全部覚えようみたいな感覚がもうすでにもともとあって、で、数学とかですごく鮮明に覚えてるのが中学校の。数学で意味がわからなかったところは、休み時間中に、 意味が分かるまで納得するまでいろいろ公式とかいじりまくってたんですよね。なので分からないままにしておくっていうことをしたこっちしない人だったのでお家帰ってやらなくても頭に入ってたしでその授業中に全部揉んでいってしまうので、あのー、あの全てがですねあのー あのもうすいませんねパソコンちょっといじめながらだったんですけどあの揉んでいってしまうのであの宿題しなくても、まあ、頭に入ってたし実はですね面白いことに定期んでかっていうと勉強しないので <laughs> 宿題とかあんましなかったので真面目に。定期テストってこうねこう宿題をしていくことがすごく大事でその宿題の中に。 テストの問題があって定期テストって宿題やっとけば大体いい点取れるんですよ宿題やってない子が悪い点取ると宿題を何回もやって宿題を全部理解した子は大体100点満点取れるように先生テスト作るんですよ多分ね僕は技術のテストはそんな感じで言ったことしかテスト出さないよとでこういう問題が出るよって全部言ってたのであのこの範囲で出ますからねっていうのをやってたので基本的にあのまあ数学だと数字が変わることがあっても 基本的にはその宿題通りのことやっとけば100点取れるように作ってくるんですよね先生って多分そうじゃないとその自分の授業がうまくいったかどうか測れないのでまあとはいえ数学とか何人か先生いるのでまあ教え方が違ったりねうまさがあるのでそれでも点数差は出ると思うんですけどでで僕は定期テストすごくよくあ悪くはないんですけどねあの定期テストはその順位よくなかったんですけど 定期テストの後にしっかり復習するんですよ。でも間違ったところが悔しくてですね、間違ったとか絶対次は間違わないぐらいのつもりでやってたので、テストは、宿題は出さない、あの毎日のように頑張りノートって、まあ、兵庫でもなんか毎日宿題出しなさいみたいな、毎日自習のノート出しなさいって、ほぼ出したことないんですけど、実力テストの前だけはやたら出していて、で実力テストだけは順位がいいみたいな。 <laughs> これはですね反復をしてるからなんですね僕の場合は反復が得意なので本当単純作業が大好きなのであの新しく覚えたこととが定着すするるまでで割と時間のかかるタイプなんですよその代わり定着したら半端なく残るっていうのが僕の個性なので実力テストは割とよくてで勉強してなくてもそのみんなこのテストに向けて勉強して「はああ終わった満足」って言ってやると。 そのテスト勉強で頑張った部分がちょっと薄られてきた時に実力テストってくるのであ,のあれやったら覚えてたはずなんだけどっていうことが割と多いんですよでも僕みたいに面倒くさがりの人はあのなんだろうもう嫌なんですよね同じことで怒られたり間違ったりするのなのでひたすらやってたので 割と今でも、あのー、小中高の、まあ、ちょっとこうね、今、復習しないと、三角関数とか、ちょっとわからんなと思っているんですけど、公式がやたら高校になると数学出て物理とか数学とか出てくるので、その辺はちょっと指導がしづらいけど、まあ、一応今、無料学習塾が中学校までなので <laughs>、教えられるなとか思いながら、やってるんですけど、割とあのー、 記憶力が上が上ったのはそのなんだろう咀嚼すするる癖をつけてるんですよね例えば何か本を読んだら自分なりの言葉に言い換えるとかそういうことを癖づけていたのであのー、なんだろうその記憶する長期記憶っていうんですけどこれは反復で長くなるのでそうやって、あのー、興味と関心を持ちながら反復してたら。 身についてたという。だから、宿題しなくても、賢い、賢い、まあまあまあ、その大学行っても、そこそこの大学行って、そこそこの、ね、あのー、ちゃんとね、修士という <laughs>、大学院まで行って、で、大学の教員までなった人が、宿題もせずに、本も読まずに、ここまで来たので、うちの妻が言ってましたよ。宿題しなくても賢い人は賢いって <laughs>。なので、まあ、ね、人それぞれやり方があって、宿題しないと、やっぱ身につかない人もいれば、 宿題しなくてもいいんじゃないかな <laughs> と思ったりもするんですけどこんなこと言ったら学校の先生怒られるかもしれないんですけどあのやっぱその個性にあったで勉強が嫌いにならないっていうことが大事ですね僕の場合はやっぱりあのねそこそこいい点取れてたので嫌いではなかったですからねあの勉強がやっぱりどんなに頑張っても宿題やらされても点数等で点数取れなかったらどんどん嫌いになっちゃいますよねで テストの点数で何か人格否定された気になるっていう,あそうあ。せっかくなので通知表を見た時のですね、親の対応の仕方の大事さっていうのも少し話しとこうかなと思うんですけど通知表を見た時にここがダメ、あれがダメって言ったらもったいないんですよ。あの、テストもそうなんですけど例えば100点満点のテストで45点しか取れなかったと。 あ45点取れなかったから君は数学が苦手だねみたいな話し,しとると、もうそれが刷り込まれるんですよね、子供の中に。あ、僕は数学が苦手なんだと。頑張っても無理なんだみたいな解釈に変わっちゃうので、あのー、割と三者 <laughs> 面談ってやってたんですけど、やるんですけど、中学校とかだとね。その時は、お,あのお母さんとか子供に、ここがもう一回スタートラインですよと。ここがゴールじゃないですよと。 ここであなたの評価が決まるわけじゃなくて、どこが苦手か分かってよかったですねっていう話をします。これってすごく、あの、まあ、あの、大事なことで、あの、テストの点数が人生を左右しないってみんな分かっているので、で、通知表なんか社会に出て、俺オール5だったよって自慢しても何の自慢にもならないじゃないですか、おおって言われておしまいで、じゃあ仕事ができるかどうかの話で、また別の話になっちゃうので、そうじゃなくて、 4とか3があったら、あ3っていう評価なんだね。何が3になったか考えようね。じゃあ今度4にするためにはどうしたらいいかねっていう、次の話をしてほしいんですよ。あなたの今の現状がどうかっていうのを評価するだけで、判断には使わないと。あなたが悪いんじゃないよっていう言い方をして、なんか落ち込むんですよ。やっぱり親も子供も点数が悪かったり、通知表の評価が悪かった。で、落ち込んで、 自分はダメなんだとか自分の子供はダメなんだって思った瞬間にもう伸び悩むんですよそうじゃなくてあ今ま今、あ、数学だったら2だねとじゃあこれなんでかなと思うとテストの点数でテストの中でもこういうところが苦手だねってじゃあちょっとお家でまず 2, 2を3にしたいんだったらまず数学1つでもいいからこ次は3にするように頑張ってみようかなっていう話をするようにしてたりしましたねであのー、あと5分ぐらいしかない、まあ、6分ぐらいかなあるしかないんですけどあのーまあ、これ割と何回か話してるかもしれないんですけどあのー、僕が最後僕がちょっとねあの他人やってた頃にあのノートめっちゃ綺麗な子がいたんですよで宿題も ガッチでやってくるんですよ。すごいこれは賢いだろうと思うとテストの点数非常に悪い子がいてあの力のかけ方を間違ってたりあと読解力が間違ってたりあと勉強の仕方が間違ってたんですねあの。みんなと同じ勉強の仕方だと理解が難しい子だったんですよ。なので、あの みんなと同じようにやって、みんなと同じ評価だとすごく優秀な成果を出してるんですけど、ノートをきれいに取るのに必死だったり、その、なんだろうな、教えてる内容の本質っていうところじゃなくて、表層的な部分しか理解できてなかったりしたので、夏休みに、あのー、補習やったんですね、自分のクラス。あのー、少人数の学校だったので、一区年、一学年一クラスだったので、 もうヒエラルキーが完全にできてて、こいつバカ、こいつ賢い、こいつ学年トップみたいな、学年トップって一クラスしかないんですけど、ができていて、ここのヒエラルキー崩してやろうと思っていて、テストの点数悪かった子たちに声かけたわけですよ。順位上げたくないかって。で、もし上げたいなら、先生本気になるから、君らが本気にならないと、先生も教えても意味ないから、本気だったら夏休み言いなさいと。で、おお親に承諾を得て、 え勉強しましょうっていう形で本気で午前中今みたいな今の無料学習塾みたいなことをずっとね夏休みの間やったんですねその間に問題集も一緒に買いに行ってみたりそのやってるうちに気づいたんですけど本当に勉強の仕方ってその子それぞれでその子に合った勉強法がすごく大事でで2年生だ中学2年生だったんですけど 中学生でも小学でも大体同じ学年が上がっても例えば4月なら4月6月なら6月で大体同じ内容のもののパワーアップバージョンを学ぶのが日本の教育のあり方で同じものをやってるんだけど連続性を感じてなかったんですねこれは1年の時こういうところをやったのはここの今これを持ってくるためにやったんだよって話をしたらあーって納得し始めてじゃあそこの基礎をやろうねっていう形で丁寧に教えていって これはこういうことだよっていう中身をすごく丁寧にね、あのー、少人数だったからできたんですけどで夏休みで時間がフリーに使えたので,で少人数だったからできたんですけどその子その後すごく学力が上がって学び方を覚えたんですよでテストの点数の上げ方というか、まあ、テストの点数を上げるというか知識を自分の中に入れていく作法みたいなのを覚えたんですねだそうするとやっっっぱり勉強てて面白くなって 結果的になんかすごく優秀な成績になっていったので、まあ、そう考えると、あのーあのー、子どもって本当にやり方とか方向の性のつけ方だなと思っていてまあ一応今地域学習塾やってると、あのー、一応あの成績とかまだ聞いてないんですけど成績がわからないので、うん、あれなんですけどもしあのね損する勉強の仕方してると本当に。 もったいないなって思ったりします。で、あのー、これちょっと実する感じになるんですけど <laughs>、あのー、今沖縄でちょっと流行ってるのが、あのー、ノートの作り方秋田県で超流行ってるんですけど秋田県ねあの学力調査の上位県で、あのーまあ、き綺麗なノートを作れば学力が伸びるみたいなことをずっとやっててそれを沖縄県の人が学んで。 今その、多分、全権的にやってるんじゃないかなと思うんですけど、その家庭学習ノートの作り方とか、ノートの取り方とか、そういうのをまあ指導してるんですけど、いやあんなアホなことはないなと思いながら、妻と話してるんですけど、あのー、僕が子供に言ってたときは、ノートは無駄に使いなさいって言ってたんですね。綺、あ、麗、のー、にまとめたノートを、あのー、なんか 文言としてはやっぱ参考書になるようなノート自分で参考書を作るみたいなこと言ってたんですけど参考書を作るぐらいなら買った方が早いので <laughs> 正直な自分で参考書作るぐらいならそんなそんなことしてる余裕って授業中にないんですよインプットしてアウトプットするっていうのを苦戦しないとなくてまあもちろんそれでそのノート作りによってそのインプットアウトプットが上手にできるような子もいると思うんですけど ノートの取り方って本当に逐一教えても合う合わないがすごく出てくると思うのですごくもったいないやり方だなと思ってたりしますノートの取り方はですね過去のラジオの放送で <laughs> やったんじゃないかな <laughs> もう1分しかないから話せないなっていう形であのですねあの自分の子供が学力が悪いとかないとかそういうのはね通知表を見て思わないでくださいどこが苦手なのかなって 人権って何をどう解消していったらいいかなっていうのが僕は親の仕事かなと思ってます学校行けばどうせね順位はつきますし、まあ、絶対評価って言っても相対評価みたいな評価の仕方しててあの子、ー、もあの先生もいるのでそういう意味ではあのーあのー、評価はねあまり本当社会に出て意味ないので次どうしようかっていう作戦会議のネタにしてほしいなと思っておりますはいすいません,なんか 指摘でトとんぼみたいになりましたが、えっ、ー、と、アイデアの愛をいう横切って、今週は終わりにしたいと思います。えっ、ー、と、来週もよろしくお願いしたいなと思います。えー、素敵な一週間ね、夏休みの一週間ですが、お過ごしください。また来週 お疲れ様でした。皆さん聞いてくれてありがとうございます。よし、メロ来てない。夏休みね、お互いね、楽しみながら頑張りましょうね。また来週はそういう話ができるかなと思いますので、またよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。 カレンダー心心のの今日22じゃないっ <laughs> あっそうですね23ですね。<laughs> <laughs> 心選いや。<laughs> <laughs>